その恐怖とか、はい、その困難に迫っていったら向上する、はい、必ずで逃げたらその場で止まる、はい、で俺も最初営業を始めた時に、はい、一番最初の商談、はい、怖くて怖くてほんまやねんか、まさか自分が当時俺教材だけのさある会社で最大手のね、はい、大学入試専門教材89万8000円で学習カウンセリング無料で受けませんかってテレアポ取ってでカウンセリングしながら教材売るってやつやってんけど、その時にまさか自分がさ営業と知らんと入ったし、まさか自分がそんな鮮やかに100万円ぐらいの契約書さらっと出したらお母さんもこちらお名前をみたいな感じでできるんかとか思っとってんやんか思っとったけど、まあで最初はな思ってたからで最初にアポ取れたんがねどっかの家の夜10時で、で子供だけにアポ取ってん俺は、で子供がおるからって言って行ったんだよね。で10時に入ってインしてお母さんがママさんバレーで11時に帰ってくるって言ってんやんか。普通はお母さん待ち構えて取ろうとすんねんけど、俺お母さん帰ってくるの怖くて、何が怖いかって言ったら、え、なんなのそれ、なんで押し売りなんとかなんなんとかって言われたら怖いから、もう1時間で逃げ帰ったことあんねん俺。こうやってそう最初子供にこう話してこういう商品だよって、でもしね気に入ったらね、また電話して、またね、じゃあね、お母さん言っといてね、じゃあねってこう帰ったことあんねん。もうそれぐらい俺も怖かったのよ。だからそれはな、そうなんねん最初。でもだから挑んでいくことが大事やねん、はい、挑んでいったら強くなってくんねん。なんかだから最初俺も怖いからピンポン押す時もやっぱ気合いんねんやんか、はい、新人の時はだから、でもこう押したもんねピンポンとかを。もうそれぐらいやっぱり人ってそこを超えていくことやから、はい、恐怖を。だから迷わず行ってみる、はい、うん、っていうことやね、はい、うん。で自分のためでいいね、自分のためでいいね、これが勝手に人のためになるから絶対、うん、ね、人のために役立とうとかいろいろするソーシャルな人もちろんこれ OK やねんけど、実は金儲けが一番人のためになるから、うん、なんでかって言ったら、トヨタの創業者も、まあ、例えば、ビル・ゲイツもな、スティーブ・ジョブズも誰でもそうやけど、自分の金を稼ぐために動いてはんねん、ほんま、究極言ったら。でも、全部人のためになってんねんか。彼がいなかったら、iPhone 使えてないわけやし、iPad 使えてないわけやし、ね、がんの薬を特効薬を発明する人おるかもしれないけど、それもその人自分のためにやって、でも、それが人のために爆撃になるわけやんね。うん。そう、ボランティアで世の中動いてるんじゃなくて、明らかに経済活動で世の中動いてるんやんか、うん、で税金で回ってんねんな。だから世の中を助けてるのはトヨタでありユニクロであり、はい、マイクロソフトであり、そこがお金出してる、そこが後進国に支援いってるから、多分ボランティア団体よりもマイクロソフトの方が一番いってるよね、税金で言うと。それで道ができてって話だから、だから自分のためにまっすぐ稼いでいくことが税金も払うことになるし、うん、1億稼いだら5000万税金で取られんねやんか、5000万税金年間取られんねやんか、うん、だから自分のためにやることがどんだけ人のためになるかってことね、迷わずね。でそれがやっぱりお金の面だけじゃなくて営業とかでも、例えばじゃあ小泉がもしそれで即決あっと取れるようになったら、ほんなら若いね、まあ、課長とかになっていたらあんな風になりたいで、まあ、毎月100万150万稼いだらあんな風な車乗りたい、あんななりたいだったりとか、やっぱりまあね、家庭持ってる人とかだったらお父さんみたいになりたいとかさ、やっぱりね、魂って仕事で向上していくっていうんだけど、やっぱりそうやって向上していくことが大事、逃げずに、うん。俺もビビってた派やから、まさかそんな取れると思ってなかったから、それ、あって言ったところから始まるから、うん、まあ、って言ったところで、まあ、ビビってしまうのが人間やねんけど、まあ、うん。まあ、要は、自分のために相手のことを考えてしまってるってことやから、うん。でも、きっとね、才能あるタイプやから、才能あるタイプやねん。うん。だ絶対いけるはずやから、うん。まあ、とにかく、その恐怖とか、はい、その困難に迫っていったら向上する、はい、必ずで逃げたらその場で止まる、はい、うん、確実に、うん、で人は逆境の
教育じゃないね。逆境で成長するから。うん。逆境だけで成長する。逆境を選ぶことね。うん。そういうこと。はい。うん。ありがとうございます。うん、そうやね。